皆さんこんにちは、西村文夫オフィシャルです。今回は、似顔絵対決をしたいと思います。せーの、ほい。ずるい、これがずるい。いやこれずるい、やっぱり。何が前もそうだったけど、文字に頼りがち。違う。いや、これイエスいいキャラだよね。違う違う、人違うからね。いや、人違う。いや、なんか、わーって言ってるイメージ。人違うし、ここにさ、吹き出し入れるとしたらイエスいいキャラ。そうなんだよね。1回戦は、西村さんでしょうね。まあ、でも、ね、うん、フワちゃんです。フワちゃんで、シャンパン、よー。ほぼ見てないんだよな。結構どんなんだろう。いや違うか。いやわかんねえ。やべえ。これやべえ。いや俺もやばいわ。これはやべえ。これはやべえな。ちょっとやべえな。あの子何着てるんだ。キャミソール。いやわかんないな。いや顔がひどい。やば、1分顔がひどい。文字なしでしょ。文字なしね。いやわかんない、なんかほんと申し訳ねえ。知り合いじゃないからこそ。じゃん。あ、でもいや分かんない、もう全然本当に分かんないけど、とりあえずあの GoPro かなんかインカメしてるイメージだけあるので、ツインテール、おかっぱツインテールじゃなかったかなと思って。でも顔のタッチさっきのトランプとなんか似てない。顔だけ見たら、もう全然分かんないんだもん。でも目がキラキラしてるイメージじゃなかったから。あ、そうだ、ね、少女漫画みたいな。ですごいなんか口を大きく開けて笑ってるような。で、あともうとりあえずいろんな派手な色いっぱいつけてる感じも。三時のヒロインのユネッチみたいな。いや、で俺も書いて思ったのよ。確かに確かに、うん、似てるよねこれ。まあでもフワちゃんだから。いや、まあまあ、ね、うん、じゃあ画伯お願いしようか。俺結構やばいこれは。じゃあどうぞ。いやマジで小学生やん。いやでも特徴はでも捉えてると思うよ。例えば、うん、この服こういう感じだと。あれ何それ、タンクトップ。タンクトップみたいなの着てない。タンクトップ着てんのかな。分かる、キャミソール。いやわかんない、まあ正解だけど。でなんかこのツインテール、メガネしてもらって。あ、ツインテール、ツインテール、あ、うん、ツインテールなんだ。しかもなんかちょっと短かった気がする、ほらここがね。で YouTube やってるからね。いや赤いの、うん、YouTube の 何場面。あ、再生マーク、うん、YouTube。 あ、まあ、ちょっと正直 目は見ないで、目は見ないで。まあ、ね、ほら。いやちょっとなんか変な感じになるからやめて。目だけ隠すと変な感じになるからやめて。まあでもこれ結構割とどっこいですね、わかんないですね。お前よくどっこい言えるな。いやマジわかんないです正直。確かに俺あのヒロインの人似てるね、うん、めっちゃ似てる、めちゃくちゃ似てるよね、うん、めっちゃ似てる。でもなんか顔も手も形こういうイメージなの、このだからね。目がむずい、フワちゃんなんかちょっとわかるわかる、キリッてしてるというか。そうだから多分その大きくはないから。判定は、はい、ドロー。あーそうね。まあね、まあまあまあ、うん、どっこいどっこいだ、どっこいどっこいだ。次2ポイントのね、あるあるね、まあ、ね、2ポイントのやつね。次最終勝負でいい、最終勝負。よし、
エガちゃん。あ、エガちゃんいいね。いや、かけるでしょ。エガちゃんいいね。エガちゃんにする。いいよ。いいよ。じゃあ、エガちゃん2時50分、はい、5分ね。よし。よい。さあ。顔とかもちろんね。ポーズとかもポイント高いから。うん、確かに。あ、確かにね。ちょっと待って、違うな、違うな。やべ、はえひでえな。むずいな、マジで。むずい。どう？まあわかる。まあ俺はいけたかな。いいか。OK。せーの。意外といい勝負じゃない？意外といい勝負じゃない？意外とすげえちゃんと一緒のとこ捉えてるわ、ね、YouTube 乳首ダメだからね、パンソコ貼ってね胸毛と腕毛がすごい濃いイメージで、下タイツだから。似てない。だってもう俺時間ちゃんとやってるからおい、文字に頼らない話したからポーズ何？ポーズ。あ、いや、もうポーズも一緒だもんね、ほら、うん、いや、一つ言うとこうじゃないからね、こうだから。おーいな。あ、でもそう、そうだよ。腕曲がってないし。ん？なんだろうな、なんかわかんないけどなんか顔だけで言ったらこっちのが似てるんだよなんかちょっとアニメタッチすぎた。そう、そっちのがね、ボサボサ感出てる。あれ、なんか風向きがこっちだぞなんか正直ね、言うと負けたからね、今これに関してはそっちの方がエガちゃんっぽい。いや、わかんないじゃん。でも一回判定してもらって、ただ一勝一敗一分けになるから、もう一戦できるなと思ったの、ね、じゃあもう俺の勝ちだな。まあなんか俺これに至ってなんか負けた感あるわ。似てるんだよな。やった。なんか確かに、あの、この勝負で言うと原さんの方が、ね、なんかすいませんね。あと、なんかその額のシワとか。ちなみに3回連続同じ目してないちょっと違う。これはあのちょっとポケモンの榊をイメージしてました